はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、晩ご飯で出てきたおかずをですね、水ですすいだこととかってありますか？いきなり何のこっちゃわからんと思いますけども、僕、今ね、骨髄移植の副作用でですよ、口の中の口内炎がひどくて、この広範囲でね、ただれております。すごいただれております。なので、何を食べても、傷口に塩を塗られるくらいに痛いです。ちょっと言い過ぎましたけども、昨日のね、晩ご飯が、ちょっと肉じゃがやったんですよ、おかずがね。で、奥さんが仕事行く前からこう仕込んでてくれて、よく煮込まれてて、お肉も柔らかくて、じゃがいももね、ホクホクでね、ご飯にかけたらこれ何倍食べれるやろっていうくらいね、すごい食べやすかったんですけど、味付けが濃く感じてですね、そのままではね、食べれなかったんですよ。あ、マスク。マスクします。はい。食べられへんかった、にはね、それなりに理由がありまして、先ほどもお伝えした通りなんですけども、僕の口の中はね、口内炎がひどくてですよ、広範囲でただれております。で、舌、ベロね、舌もね、ピリピリとしてたりとか、麻痺したりしてるんです。そんな口の状態ではですね、味付けが濃いとね、すごく痛くてね、食べれないんですよ、本当にね。で、そこで僕がどんな行動をとったかと言いますと、肉じゃがをですよ、お鍋からザルに入れて、流水で、水道の流水でね、ザーってこう、洗いました。洗ったんですよ、すすいだんですよ、バーってね。で、おかずの表面についてる、肉じゃがのね、肉とじゃがいもの表面についてる、糸こんにゃくの表面についてる、味付けをね、洗い流すんです。要はね、薄めたわけですよ。もちろん、奥さんにはしっかりね、了解を得ましたよ。ちゃんとね。いきなりそんなことをしたらですね、奥さんめっちゃ傷つくし怒ると思うんです。だらってそうだと思いますけども、ちゃんとね、断りを得て流水をしました。そしたら、いい感じにね、味が薄くなってくれてね、食べれたんですよ。仕上がった料理とかってね、たとえ、水で薄めたとしても、味自体はね、薄味になりますけども、塩分濃度とかっていうのは変わらないっていうのをね、以前コメントで皆さんから、教えてもらってるんで、それはしゃあないと思ってるんです。それはしゃあないと思います、本当に。僕、普段からですよ、朝ごはん、昼ごはん、は野菜と、お肉かウインナーを水を張った、ね、お鍋に入れて、そのまま茹でて、高野豆腐パウダーをさらっとこう入れて、ガーッとかき混ぜてですね、もちろん砂糖も塩も酢も醤油も味噌も、みりんも酒も使ってませんし。茹でたままで粉を使わずに食べるんですよ。このように、この味付けのない、ゆるい味と言いますかね。出来上がった、茹で上がったやつをね、そのままペースト状にしたらですね、離乳食かよって思うぐらいの料理を食べているので、味の整った肉じゃがなどを食べるとですね、そりゃ傷口に塩を塗られるくらい痛いわけですよ。以前はね、自分で作った焼きそばもね、食べれずにですね、流水でわーってね、洗い流したこともあります。ざるに入れてね。でもね、これには波があるんですよ、こう、波がね。いけると、行かれへんとき行けるとき、行かれへんとき行けるときって、こう波があるんですよ。だからずっと続くわけじゃないんですよ。骨髄移植の副作用がですね、体の中といいますか、胃や腸、肝臓、腎臓といったね、臓器にね、出た頃はですよ、口の中のね、粘膜障害と味覚障害かっていうのは、すごいマシやったんですよ。本当にマシやって。で、内臓の副作用ね、さっき言った胃やとか腸のね、副作用が出てこなくなって、って、で免疫抑制剤を飲む分量がね、少しずつ減ってきて、その体の調子が良くなってきたと思ったら、今度は口の中の粘膜障害と、味覚障害が少しずつ激しくなってくるといったようにですね、こんな内側から外側へ、副作用がね、シフトチェンジしてくるようになりました。でもそのシフトチェンジしてきたタイミングがね、ちょうどその病院の先生からですね、痩せなさい、食べ過ぎ、血圧高いよってこう言われ出した頃からね、始まったんですよ。まあ、少しずつ激しくなってきているもんですから、その口内炎とかね、口のただれがね、でそれに追い打ちをかけるように、その痩せなさい、食べ過ぎ、血圧高いよとね、言われ出した頃にはですね、まだまだその味もわかるし、で今までしっかりよく食べてたからですね、まあ、急にその、痩せなさい、食べ過ぎって言われたことに対して、食事を減らすとかっていうのはできへんかったし、で痛みもそこまで我慢できたので、まあ、食べれることに喜びをね、すごい感じてたんですよ。でも、それもね、つかの間ですね。まあ言うてるうちにその痛みがほんまに激しくなってきて、結局食べれなくなってきたんです。まあね、気持ちはめちゃ食べたいし、でも痛くて食べれないんですよ、本当にね。そこで、その同じタイミングでね、料理の勉強というか、その食の勉強っていうのをし始めてですよ。で、まあ難しいことはわからんから、とりあえず、その、食塩とか外塩といったようなその塩を控える。むしろ使わないようにしてて、で、甘いもんを食べたら太るからお砂糖は使わない。無糖のコーヒーを飲み始めました。大好きな牛乳もね、低脂肪乳に変えました。で、コーヒーを飲みすぎると、まあ体を冷やしてしまってね、その利尿作用が半端ないから、ノンカフェインで有名な麦茶ですよ。麦茶に変えましたね、飲み物をね。で、まあ、ただ、その、麦茶単品ではね、まあ、味覚障害のためにね、麦茶が苦くて飲めなくてですね、牛乳を入れて、麦茶に牛乳を入れて飲むようになりました。まあ、このようにね、自分なりにこう、実験をね、繰り返していく途中でね、まあ、今度は口の中の口内炎によるただれにね、追い打ちをかけるようにですね、カビが発生してしまって、挙句、まあ、歯茎が痩せてきて、歯の根元がむき出しになってきて、虫歯で歯がボロボロになってます。免疫抑制剤をね、長期にわたって飲んでいるので、ステロイドコスト少々といった状態です。ね、まあその結構後半にね、畳みかけるようにね、わーって喋りましたけども、もうほんまにね、口の中がね、どんちゃん騒ぎですよ、ほんまに。まあでもそれもあるからこそ、まあ、食べれる状態ちゃいますので、まあおかげさまでね、体重と血圧はね、下がっていってるんだと思います。でもね、食べたら痛いから、ほんまは食べたくないんですよ。でもそれではですね、体には悪いでしょ？食べないことには体が作られないので、これからもね、できる限り薄味にして食べていきます。まあ今日はまあしょうもない愚痴になってしまいましたけども、最後まで聞いていただいてありがとうございました。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。